ありがとう、プレゼント。本当にありがとう。ソースかけた方が美味しいかな。よいしょ、よいしょ、ってこ。みんな、めっちゃギリギリのお知らせでごめん。よいしょ。最近お昼配信の音楽どう？嬉しい？みんなまだ見れない時間？セブンのコロッケですよ。コロッケです。ネムスナー、ありがとう。クリスマだ。うまい。じゃあ、おいしい。結婚して。ありがとう、嫌です。なんだっけ、 ASMR。 うん、当たりおめでとう。ありがとう、雪の結晶も。おいしい。あ、プレゼントありがとう。お昼ご飯も買ったんだけど、とりあえず冷めちゃ嫌なのから食べとこうと思って。ありがとう、雪だるま。おいしい、嫌です。暖房ついてるよ。暖房つけた。寒くて。どう？あれにメンバーいないですよ。一人ですよ。ありがとう。ハート。結婚して嫌です。あ、千秋楽よかった、嬉しい。最新みんな見てね。ありがとう、コロッケだよ。お腹が空いたのと、ちょっとあったかいうちに食べたかったから先に食べてます。うん、やった。ということで、今からはメイク配信です。よし、ごちそうさまでした。暖房5度上げたら結構暖かくなってきた。昨日めっちゃ寒かったな。すみません。お茶をね、お茶で立てかけてるからお茶が飲めない。よいしょ、あったかい、おいしい。家門に最近放ってる。
昼ご飯コロッケだけじゃないよ。今日の昼ご飯これ。ユナと一緒に食べたい人はユナがメイクしてる間に買ってくるんだ。スクショされたら嫌だけん隠しとこ。これです。まあ、メイクが 3,40 分で終わると思うから、この間に買ってくるとユナと一緒にお昼ご飯を同じものを食べれるよ。よし、メイクしよう。こんにちは。あとこれもあります。こんな感じです。あとすっぴんなので少しは絶対にやめてください。でもする人がきっといるんだろうけど本当に嫌です。焼きおにぎり初めて買った。焼きおにぎりあんま食べるのよね。居酒屋とかで食べる焼きおにぎり大好き。美味しくない？あ、テロップに書いとこう。スクショしないでね。ありがとう、いいやん。よいしょ。ではメイクしていきます。確かにその時いなかった人いるもんね。よし、ただいますっぴんです。おはようございます。今起きたわけじゃないけど。よし、それでは。昨日ね、夜ご飯にね、あれ食べたよ。ペッパーランチ作った。みんなからもらったお肉で、みんなお肉ありがとう。みんながショールームたくさん応援してくれるおかげでゆぬにお肉が届きましたので、それでも昨日で最後でした。そのお肉、いいお肉使い切りました。美味しかった。結構いっぱい届いて、冷凍してたやつ買ったんだけど使い切りました。ペッパーランチ食べましたよ。写真撮ったけどなんか美味しくなさそうだったから。美味しかったんだよ、美味しかったんだけど、なんか写真で撮ったら色味がなんかあまりにも微妙で、みんなに送るのはやめました。ペッパーランチね、あのホットペレートじゃなくても普通にフライパンでちゃちゃっと作ってちゃちゃっと食べちゃった昨日の夜。そう、お高いお肉で美味しかった。多分みんながいっぱい応援してくれたおかげでユンナが高いお肉食べれました。ありがとう、みんな。こんにちは。美味しかった。そう、フライパンでちゃちゃっと作っちゃいました。前日のご飯が余っていっぱい余ってたから、白ご飯がペッパーランチにしようと思って作っちゃった。美味しかった。ありがとう、ハート。雪の結晶もありがとう。ありがとう、ハートと雪の結晶。こんにちは。そう、なんかネギだけだけどさ、ネギも言うてさ、なんかソースに染められるじゃん。なんか全然映えなくて、なんかコーン入れたんだけどね、コーンがマジでちょっとしかも残ってなくて、で本当にコーンちょっとだったから、なんか、うん、全然色味悪くて、美味しかったんだよ、美味しかったんだけど、なんか見栄えがあまり良くないから、写真撮ってもなんか美味しさ伝わんなかったから、
まあいっかと思って、だけどみんなに配信でお礼言おうと思ってメールで言うのはやめました。こんにちは。って感じですね。ありがとうみんな、高いお肉を届けてくれて。肉と美味しかった本当に。あと何したっけな、あれもした、みんなからもらったお肉で牛丼も食べた。玉ねぎと甘辛く炒めて牛丼にして食べたし、そのお肉を、牛丼用のお肉をちょっと残しといて肉うどんにもして食べました。美味しそうでしょ。どう、牛肉と玉ねぎ、豚肉と玉ねぎ、肉と玉ねぎって最強だよね。こんにちは。いいね。だからみんなのおかげで贅沢な食事を楽しみました。ありがとうみんな。なんかね、薄いお肉だったらね、なんかあの分厚いステーキ肉とかじゃなくて、なんか選べたんだけど、確かそう選べて、ステーキ肉か焼肉のお肉かすき焼きみたいな薄い肉だったんだけど、なんか薄いお肉の方が量がいっぱいあったから量にしちゃいました。いっぱい入ってるのを選びました。焼肉も迷ったんだけどね。あとね、あれも好きなんよね、牛肉となんかピーマン細く切ってそれ炒めるみたいなのもした気がする。結構なんか1週間分ぐらいのご飯になったので助かりました。1週間5日分ぐらいのご飯にはなった気がする。こんにちは。結構いっぱい入ってて冷凍して食べてたから。こんにちは。で、昨日でなくなっちゃったと。お手紙ありがとう。こんにちは。野菜炒め大好き。弥生軒の肉野菜炒め定食が大好き。食べたことある？無水調理器なんか流行ってるよね。わかんない今はもう。なんか一時期流行ってなかった？無水カレーみたいな。痩せるのそれ？ダイエットにいいな。ありがとう、雪の結晶。美容にいいの？わかんない、全然流行りについていけなかった。美容院近くにない？めっちゃ美味しい。近くにあれと食べてみたい。肉野菜炒めて食うのはそれのなんか 1.5 倍みたいなやつ頼んじゃう、いつも。なんか大盛り無料じゃないか、大盛り有料なんだけど、大盛り有料、なんか大盛りの方頼む。めっちゃ美味しいね、それが。なんかなんてそういう定食屋さんとかのさ、肉野菜炒め系大好きなんだよね。ホットモットの肉野菜炒め弁当みたいなのも大好き。もうホットモットってなんか海苔弁みたいなあれが一番定番なのかな。こんにちは。メイクちゃちゃっと終わらせたい。お腹すいたからね。
ご飯おかわり自由なの最高だよね。弥生県もそうなんだよね。弥生県よく大学生の時一人で行ってた。今大学生なんだけど、SKE 入る前、学生時代めっちゃ一人でよく行ってました。なんか美容にいいんだ。12時にお昼休みになったらまた来ます。12時からお昼休み？ OK。頑張れ、会議。めっちゃ応援軽くてごめん。重い方がでもいいでしょ。こんにちは。みんな意外とさ、お昼見に来てくれるよね。逆になんかさ、ユナのところでね、視聴者数みたいなの見れるっちゃけどね、なんか昼の方が意外と多いっちゃね。夜真夜中とか、真夜中っていうほどでもないけど、11時とかにするよりもこの時間の方が逆に多い。意外とね、ちょっと覗こっかなっていう人はこの時間の方がいいかな。でもがっつり1時間見ようっていう人は多分この時間少なそうだけど、そう、お昼意外とね、見てる人多分さ、お仕事中とかさ、いろいろ知ってるからさ、コメントしてる人は少ないんだけど、見てる人とかは意外と多い。お昼休みにね、なるほどね、確かに。お昼休みにこんなの見て疲れ取れる？大丈夫？よいしょ。今スキン一つしか配信してないんだ。なるほどね、確かに。いっぱい配信してると見る人少ないみたいなね。DD ですって言ってるようなもんじゃん。アンズちゃんからもらったパフ見せる。普通こっち見せるよね、普通。これなんかパウダー、めっちゃこれ肌綺麗に見えるからめっちゃ使ってる。なるほどね、12期が配信できる時間じゃないからねってね、自分で DD 暴露して、自分でか他の人がかもしれんけど。なるほどね、今日の場面、今日は誰との12期ちゃんとの写真が送られてくるかな、ね、サータンとだけ撮れてなくて、撮ろうと思ってたらもう先着替えちゃってて撮れなくて、絶対今度撮ろう、何かの時に。悔しい、撮りたかった。メリークリスマス。雪の結晶もありがとう。こんにちは。お疲れ様。もう自分でみんなもう覚えてるよ、さすがにね。撮りましょう。こんにちは。ありがとう、プレゼント。
いいな、ランチ、おしゃれね。こんにちは。よいしょ。ゆきありがとう。こんにちは。あ、今メール来た、遅っ。ごめんなさい。よし、リップだけ塗っとこ。ハズレドラマ、よいしょ、ドンマイです。ありがとう、雪の結晶。松川美優ちゃんが優奈のこと褒めてくれてたもん。え、嬉しい。照れちゃう、照れちゃう、照れちゃう。松川美優ちゃん、なんかそんなおしゃべりできてないけん、仲良くなりたい。もっと割と、あの、なんだっけな、オープニングアクト、ポジショントークで12巻とか逆だった気がする。ポジションが、だけん面白いやつなくて。転落していきました。こんにちは。大丈夫、みんな衝撃来てない？大丈夫。なんつうね、ダンマイン、ありがとう、プレゼント。天井のエアコンが見えた。家じゃないのでね、ここ。眉毛、眉毛いっちゃん大事、メイク。イヤホンの人ダメージえぐそう。確かに、ごめん、マジごめん。ドドドンって言ったでしょ、仕事中でも。今寝落ちしそうにカクカクってなってる人がもし言ったら、ほーって起きてるよ。ありがとう、プレゼント。くまちゃんも結婚して嫌です。こんにちは。寝なかった、今寝落ちしそうだった人、お仕事中寝そうになってる人いないか。眠いなって思ってた人もしいたら、ラッキー、起きれた。あ、それ作りながら聞いてたからビクッとした。そりゃいかん、そりゃいかん、そりゃいかん。じゃあメンバーに横からこちょこちょしたりはする？しない。しないです。謎の質問。ちょっと昼ご飯作りながら見てる。偉いね、レンボースター、ありがとう。怪我しないようにね。よし、まあ、眉毛とかは描いときゃそれでいい。こんにちは。よし、ゆなの目標メイクは12時15分まで。絶対終わらん。
髪も含め。ありがとう、雪の結晶、ハートもありがとう。1時までにさ、みんながさ、昼休み終わっちゃうんですよ。でもだから配信1時までに終わろうかなと思いつつ、でも配信、なんだっけ、メイクして、髪して、ご飯食べるのが1時までに終わるのかは、わかりません。それではアイシャドウしていきます。こんにちは。今日髪型何にしようかな。普通にストレートでいっか。メンツの間会話してたのに見てなかった。ありがとう、くまちゃん。めっちゃ暖房効いてて暖かくなってきた。こんにちは。こんにちは。ありがとう、だるま。こんにちは。雪の結晶もありがとう。ちょっと真剣にアイメイクに取り掛かっていきます。よいしょ。今日天気良くない。今日でも寒いよね。でも最近本当に寒い。湯になる。なんかさ、カーディガンぐらいで歩ける季節が好きなのね。今カーディガン好きだから。でも、もうカーディガンじゃ全然寒いじゃん。普通に悲しい。ありがとう、雪の結晶。あ、昼休みに入った。午前中の仕事お疲れ様です。ってことは今12時。ありがとう、雪の結晶。今何を食べたい気分ですか。今はね、お昼ご飯がね、目の前に置いてあるので、それを食べたいです。コンビニで買ってきました。今12時、ありがとう、教えてくれて。足りんけど多分まあいっかって感じ。なんか食べ過ぎ最近私が。ハートありがとう。わ、肉まんいいよね、美味しいよね。大好き肉まん。よいしょ。
寒い。全然コメント読めない。こんにちは。ピザマン食べたことない。なんか挑戦しづらい。おいしい？ピザマンおいしいんだ。食べたことないんだよね。ヒートテック今日着てる。こんにちは。ピザマン美味しいんだ。食べてみたいな。食べたことない。なんかピザはピザじゃんって思っちゃって。あのなんかふかふかの中に入っていいのは私の中で肉まんのアントさん。あー外れ。プレゼントありがとう。なんかふかふかのアンとあんこだけ、ふかふかの肉まんの肉のアンとあんこだけななんか認識でいたから、ピザマンみたいな。そんな肉まんめっちゃ好きってわけじゃない。肉まんなのかな、豚まん、どっちだろう。そんなめっちゃ大好物ってわけじゃないし、そんなに食べない。コンビニの横に置いてあるやつアメリカンドッグか。唐揚げが多い。違う、あとコロッケも多いよ。こんにちは、ハートありがとう。でも肉まんたまに食べるけど、うまってなるよね。結婚して嫌です。アメリカンドッグってめっちゃ美味しくない？初めて食べたの高校生の時なんだけどさ、あまりの美味しさに衝撃を受けて。なんか高校生の時になんていうの、初めてのコンビニで買い食いみたいなことを覚えて、それで食べた時に衝撃食らって、毎日食べてた。その時らへん、そう。でもマスタード食べきらんけんケチャップだけにしてもらってる、いつも。電車の終了ね。なんかさ、串のとこについてるさ、下あのカリカリの部分が大好き。あっこ絶対に食べたい。でもあっこを上品に食べれる方法ってないよね。でもあっこが美味しいんだよな。そう、カリカリの部分。あっこもうちょいさ、なんか量増やせるのかな。あっこのカリカリの部分って結構需要あると思うよ。結構もうちょい欲しいと思っちゃう、あのカリカリ部分。でも、マジあのカリカリ部分美味しいね。なんかもはやそこメインみたいなのがあるもん。
なるほどね、少しだからいいみたいなね。もうちょいあと 1.5 倍ぐらいまでなら、ね、少しならいいがギリ許容範囲だと思うけど、どんな？確かに、でもカプリコもさ、好きだけど、今カプリコの頭だけよりカプリコのが好きなんだよね。確かに難しいね。カプリコの頭だけのチョコレートも美味しいよね。ハートのやつでしょ。こんにちは、だるまさん、ありがとう。ありがとう、だるま、ね、ウェーハース部分は割とね、重要。わかる。ハートありがとう、こんにちは。よいしょ、メイク、マスカラ塗るときは真剣です。まつげは大事。最近まつげ美容液をね、塗り始めた。どう？まつげ伸びたかな。最近塗ったぐらいじゃね、そのすぐには効かんよね。プレゼントありがとう。みかんいいね。あの昨日のみかんもうちょっともらって帰ったよ。家でも食べた。あとアイラインを引きます。できたん。まだだよ、スクショは。よいしょ、チーク買ってもらおうかな。どんな可愛さ、よくわかんない。ご飯食べて帰ってきた。何食べたの？みんな今日のお昼ご飯何？よし、できた。とりあえずリップ塗っとくか。明太子パスタ、お、いいね。おいしいよね、明太子パスタ。何それ、鮭の聞いたことないソース。おしゃれなソース、そう、ドドドドソースみたいな。愛妻弁当、みずみずみずき。何その最強の組み合わせ。幸せ最強組み合わせ。なんかたっけいで。こんにちは、みずみずき、おいしいよね。ごめん、ありがとう。サンドイッチとコーヒー、わ、優雅だね。いいね。何さ、喫茶店みたいな組み合わせ。メイクポーチ新しくしたい。めっちゃ汚い。メイク完成です。マックド食べたい。みんなマック食べたらさ、マックドセット食べたら、あのキョッピーのキティちゃん送ってあげな。なんか集まってるらしいよ。
事故。また事故。また事故です。ハッピーセット、キティちゃんなんでしょ今。なんか相当種類あるらしいね。そんな人気なんだ、売り切れるほど。キティちゃんってそんな人気なんだね。サブコートを膝にかけとこうっと。でもさ、キャッピーの時に集めてあげたいけど、ハッピーセットを食べないんだよな、まず。マックは食べるけど、照り焼き派なんだよな、ハンバーガー。それなんかハッピーセット少、そう足りないっていうよね。ポテトはね S でいいんだけどね。そういいの、ポテトは S にする。セットでポテトさついてくるの M じゃん。 S にしたら50円引きになるよ。知ってた？みんな一人で M はちょっとなんか罪悪感あって、さすがにちょっとやめとこうって思える。たまに照り焼きは、照り焼きチキンフィレが好き。ケチャップもらう派、ポテト食べるとき。そう、でもたまに言い忘れちゃう。でもなんかもう言い忘れたらまあいっかって感じ。でも基本欲しい派。ありがとう、ありがとう、くまちゃん10個も。なんか一応ハッピーセットどんなあるんだろうって調べたけど、ナゲットもあるんだね。ナゲットは大好きだし、バーベキューソースが大好き。でもピクルスも飛び切らん。あ、ごめん、すっぴんじゃなくなっちゃった。すっぴん可愛いってその詐欺してた。でもすっぴんじゃないんだ、もうバッチシメイクできてんだよな。ぶり詐欺してしまった。テロップ消そう。ごめんごめん。少しいいよ。撮って。どうぞ。めっちゃ詐欺しちゃった。仕事真面目にしすぎて配信気づかなかった。お疲れ様。今お昼休み。めっちゃ詐欺だった。ごめん、これですっぴん、このこれですっぴんならみたいな期待しちゃった方ごめん。これが最大です私の。もうこれ以上はないです私は。前髪がまだだけど。これ以上顔が良くなることはありませんので期待しないでください。髪の毛してます。
めっちゃかわいい、ありがとう。めっちゃかわいい、ありがとう。ブラボー、ありがとう。かわいいです、ありがとう。よいしょ、こんにちは。今日の髪型は別にただストレートアイロンするだけです。ありがとう、レインボースター。こんにちは、ありがとう、くまちゃん、水色のくまちゃん、レインボースターありがとう、くまちゃんありがとう、ありがとう、雪の結晶も。こんにちは、寒い寒い、どうかな。プレゼントありがとう、ありがとう、かわいい、ありがとう。お、はずれとまい、こんにちは。雪の結晶ありがとう。え、当たり、大当たりじゃん、おめでとう。大当たりおめでとう。なんかすごいメダルがもらえるらしいよ。こんにちは、ハズレードマイ。思ったより2人目ぐらいじゃない。私の配信がプレゼントありがとう。そう、なんかすごいメダルがもらえるらしいよ。こんにちは、よいしょ、雪の結晶ありがとう。ありがとう、プレゼントいっぱい。こんにちは、ありがとう、雪の結晶も。いい感じかな。そう、ゆえがもらえるわけではなく、みんながメダルがもらえるらしいよ。ありがとう、メリークリスマス。なんか来月のなんかの何かがなんか有利になるんだって。よくわかんない。ハズレードマイ、なんかフィルムが可愛い。フィルムだ、フィルター、よくわかんない、フレームだ。こんにちは、詳しい説明ありがとう。本当にこれで詳しかった。もうすごい大当たりじゃん、おめでとう。なんかもらえるってよ、すごい。なんか結構高頻度で大当たり今日、すごい、おめでとう。メリークリスマス。こんにちは、大当たり、プレゼントありがとう、嬉しい、おめでとう、プレゼントありがとう。ね、大当たりおめでとう。あ、カレンダー届いて、早いね。みんなカレンダー作った？2020。
4年もう早いね、2024年だよ。この前2022年だとか2020年だとか言ってたのにね、早いね。こんにちは、ありがとう雪の結晶。どう、みんなの体感は早い？でもみんな早いよね、1年早いなって最近よく思うなんか大学生入ったぐらいから1年早いなって思う。高校生の時とか別に特に何も感じなかった気がする。なんか大人になったらさ、そうね、1年早いすぎるのが早くなるみたいな言うよね。大人になったのかな、言うのも。ね、なんかだんだん早くなるっていうね、謎じゃない？よいしょ。この前なんか綺麗にするやつ、来年もゼップ福岡マジで行きたい。みんなゼップ福岡またあるって言ったら来てくれる？あ、分母がね、なるほどね。こんにちは。もちろん行く、やった。もちろんです、どこへでも本当にどこへでもの方だった。ジャカルタ来てくれた方だった。もちろん行く、嬉しい。また福岡行きたい、嬉しい。福岡行きたいね、みんなと。またこんにちは、嬉しい。みんながそう言ってくれることが嬉しい。福岡また行きたいな。名門太陽フェリーに乗って福岡まで、レッツゴー。お昼配信してくれてありがとう。いえいえ、とんでもないです何を言ってんだか。福岡美味しいよね、何食べても。チキンです、絶対違いそう。なんか見たことある名前。こんにちは、こんにちは。それでは緊張の前髪タイムにそろそろ入っていきますか。ね、福岡行きたいな、今年も。握手会したい、福岡で。トークタイムしたい。そういう系。ツーショットでもいいけど。何でもいいけど。お渡し会でもいいし。よいしょ。
こんにちは。私はいいよ、好きな時にどうぞ。私が福岡です。あれ初めてだったんだ。そう、福岡なんだっけ、博多駅のところら辺にあるやつの CD 屋さん、 HMV だっけ、そこでしましたね、お渡し会。好きになっちゃったの、美しい。迷子になったバス間違えて、あら、いやでも何回か乗ったことある。福岡のバスは難しいよ、多いからね、バスの路線が。でも乗りこなせたらめっちゃ便利だよ、どこへでもバスで行けるから。なんか駅まで歩くっていうことをしなくて済むから便利だよ。そう、同じ行き先だけど経由が違ったりするとね、難しいよね。この場所のそこに目的地があれならいいけど、途中で降りたいときは難しいね。あ、レンタルサイクルもいいよね。使ったことないかも。いや、一回あるかな、ないわ。使おうとしてなんかクレジットカード登録してくださいみたいな言われてやめた、歩こうと思った。でもなんか便利だよね、レンタルサイクル。こんにちは。ね、楽だよね、多分ね。使ったことないくせに、なんか使ったことある風に喋ってるけど使ったことないです。よし、オッケー。こんにちは。こんにちは。こんにちは。もうなんかさ、借りた後にどこに返せばいいか分かんなくてさ。使えなさそう。なんかどこでもいいんでしょ、返すところは。よく分かってない。寒っ。固まってた？前髪が固まった？そういいよね。
いい感じ。今日の前髪もね、でも昨日の方が綺麗だったな。82点。今日は微妙です。めっちゃかわいい。やった。よし、似合う。ありがとう。前髪大事ですよ。え、なんか前髪マジ決まらん。悔しい。ダメです。来たかも。もう SK 入る前マジ前髪とかこだわらんかった。なんか SK 入ってからかも前髪こだわりだしたの。それそうか、写真も撮らんし。よし、できました。82点から85点ぐらいまでは上がりましたよ。服着替えたりとか風なんかじゃユナの前髪は崩れません。今何時？妊娠しながら時間見れないんだ。教えてほしい。かわいい、ありがとう。娘さん毎日前髪やってる。前髪は大事だわ。お、まだ1時になってない。よっしゃ。それではご飯を食べたいと思います。手を拭きましょう。ありがとう、時間教えてくれた人。イエーイ、レインボースター。ありがとう、メイク完成祝い。イエーイ、ありがとう。お腹すいた。よっしゃ、ついにやってきましたよ、ご飯の時間が。ゆめはいつもばっかりお箸を入れている。ゆめの今日のご飯こちらです。
ただきます。これ美味しいんだよね。なんか健康に良さそう、知らんけど。これ美味しいけど、お腹にはあまりたまらん。まあ、美味しいけん、いっか。これ、大好き。そうなんよね、すごいお腹すきそう。なんか健康的そうじゃない？でも美味しいよこれ、おすすめ。でもドレッシングは夢的には半分ぐらいでいい、全部はいらん。よし、いただきます。いただきます。セブンです。お肉が美味しい。うん、美味しい。もうこんな辛かったっけ。久しぶり食べたらなんかちょっと辛い気がする。うん、眠りもある。でブレッシングいつも半分ぐらいしかかけてなかったので、なんかかけてみよう。マヨネーズがこっちにいってるから味薄く感じたんだ。マヨネーズ大好き。メイク中じゃなくなったけど、テロップかよ。こんにちは。美味しいよねこのパスタ。美味しい。こんにちは。お腹空いてきた。わかる。なんかゆめもこれ食べ始めたらお腹空いてきた。食欲増進みたいな。みんな食べるの幸せなら嬉しい。いいんだね。みんなも食べて幸せ。それを見てみんなも幸せ。グッ。
うまっ。ねえ、もぐもぐで幸せ感じてくれてるの？優しい、みんな。確かに食べ物の CM をお待ちしてます。うん。うまっ。やばい、もうなくなっちゃう。お腹空いてきた。あの、すけさんうどんが大阪にできるらしいね。いいね。名古屋にも作ってほしい。そう、福岡県のうどん屋さんが、そう、大阪にもできたらしくて、今仕事で大阪食べて帰りなよ。大阪はどこにあるか知らないけど、おにぎり挟んでます。お腹を膨らますために。焼きおにぎり初めて食べる、セブンの。僕絶対さ、温めた方が美味しいやつじゃん。うん、温めたい。ちょっと後で食べよう、温めて。温めたいからちょっと電子レンジで温めて後で食べます。こんにちは。プレゼントありがとう。こんにちは。うん、当たり、おめでとう。今日めっちゃ当たり出るね。もう小当たりみたいなの、大当たりもどっちもめっちゃ出てる。ありがとう、ハート。大阪市ではないんだ。うん。名古屋にしか住んできてほしい。こんにちは。まあ、うどん食べたくなってきちゃった。
焼肉ランチいいね。すけさんうどんもね、肉ごぼ天うどんが一押しで、おでんの大根も食べてほしい。あとたくあんが美味しい。あとね、こんにちは、やっほー。そう、肉ごぼ天がマジで美味しくて、なんだっけな、もつ鍋も美味しい。なんか元みたいなのがある、買って帰るのがおすすめ。ありがとう、手紙。そう、たくあんはね、置いてあるの、机に。その置いてあるたくあんがマジで美味しくて、どんなに食べてもただ焼けん、マジで食べたらいい。本当に美味しい、そのたくあんが。なんか薄いタイプのタクアン、めっちゃ無限に食べれる系。こんにちは。お手紙ありがとう。あとね、おにぎりなんだっけな、しそおにぎりが美味しい。かしわも美味しい。おはぎだ、おはぎ忘れてた。おはぎがマジで美味しい。絶対買って帰った方がいい、おはぎを。福岡のツアー行った時にも農家さんに無理やり買った。これも買ってください、食べてください、農家さんがっていう意味で。私の分買ってくださいじゃなく、大川さんこれも食べてくださいねっていう言った。絶対美味しいんだって言って。ごちそうさまでした、食べ終わった。そう、なんかウーバーイーツ頼んで、一緒にすけさんの、ごちそうさまでした。ありがとう、手紙。あと9分で1時です。おう、もう1時になってないんだ。いい感じ。何時から収録した？11時半ぐらい。1時半、割と長いことショールームしてた。まつげ今日いい感じ、見て、素晴らしい。
茶飲みたい。価格がずれます。どっちの方がいい？あららら、あらららら、こっちのが上のが見やすいかなって思って。めっちゃ美味しい。こんにちは。あったかいお茶だけど、もう冷めてる。こんにちは。ゆねちゃん、何でしょうか。13時からは大事な会議があるので抜けます。頑張れ会議。そして私も配信を終わります。次更新したら終わるけど教えてほしいです。こんにちは。クリスマスツリーだ。リラックマのクマちゃんの方、リラックマのクマちゃんじゃない、リラックマのユナのアブトの方、ありがとう。これからお仕事なので、待ってお仕事なんだけど、ちょっと待って、昨日もありがとう。ちょっとじゃあとりあえず1位のことだけ順位発表してくね。1位リラックマのユネの方、お仕事頑張ってね。嬉しい、早めのクリスマスプレゼント。1位の方ありがとう。昨日もツリー、昨日の順位発表の時言えなかったから今日言うねって話しててありがとうございました。 今いるかな。ありがとうございました。1位のゆねの方ありがとう。そしてゆねの方、くまちゃんの、くまちゃんの、いや、わしもし、早い早い早い、みんな仕事行かないで、待って、仕事行っていいんだけど、ゆねの方、このくまちゃんのソリのタワーありがとう。ジラカさんありがとう。まだ見ます。よかったよかった、ありがとう。まだいる？このツリーくれた、ツリーじゃない、くまちゃんのソリのタワーをくれたユナの方ありがとう。クリスマスプレゼントありがとう。ハートありがとう。おあわて、ありがとう。くまちゃんタワー、タワー2つもありがとうございます。こんにちは。更新しませんね。あとありがとう。お仕事頑張ってね。ありがとう、頑張ります。昼から上の見れるとお仕事はかどる。いいじゃん。エンボスターありがとう。次更新したら順位発表をしたいけどなかなか更新しない。ありがとう、ハート。またね。待って、みんなまだ順位発表してないんだ。くありがとう、お疲れ様です。ありがとう、雪の結晶。
お仕事戻ります。あ、順位変わった。それでは順位発表します。1位、ゆずのリラックマの方、釣りありがとう、昨日もありがとうございます。まだいるかな、いることを願って1位ありがとうございました。2位はすごいここで会話してた。2位はゆなのアバターの方、このくまちゃんのソリのタワーありがとうございます。2位ありがとう、ありがとうございます。3位は平成のアバターの方、3位、平成のアバターの方ありがとう、あ、ありがとう、まだいた、釣りありがとうね、嬉しい。4位はお、ユナのアバターになってんじゃん、偉いじゃん。この配信またすぐ変えるんでしょ、どうせ。だから仕事、あ、頑張ってね、お仕事、アバター変えた、偉いじゃん。そんなこと本当に。5位はユナのアバターの方、5位ありがとうございます。5位ありがとう。6位は赤白サイリウムのパンダの方、6位ありがとうございます。今日月9時いらっしゃい、なんだっけ、目覚ましテレビだ7位は群馬のアバターの方、7位ありがとう。あ、車で移動してるのね、安全運転で行ってらっしゃい。どこに、お仕事今日も非常にありがとう、午後もお仕事頑張ります、お仕事頑張ってありがとう、優しい。8位はうさぎちゃんのアバターの方、8位ありがとうございます、8位ありがとう。9位はハタゴンさんだ、ハタゴンさんのアバターの方、9位ありがとう。10位はあ、打ち合わせ頑張って、打ち合わせ。10位はレインボースターのアバ、レインボースターじゃない、あれって書いた星様のアバターの方、気象予報士さんなの、すごい。10位ありがとう。何気によく来てますだよね、ハタゴンさんのアバターなのにたまに見かける壇上で、ありがとう。11位はありがとうございました、ありがとう。11位はラスカルのアバターの方、11位ボケません、ありがとう。11位、12位は起きてますとか書いてる、寝てるんだよねまだね。12位お休み中のラスカルのアバターの方、12位ありがとう。13位はちょっと待って、コメントとかぶって見えない、ユナのアバターの方、13位ありがとう。先生ありがとう、かれこれ1時間半仕事食べました、そうだね、5倍仕事してもらって、ごめん、しっかり分けてもらって、そろそろ起きてもらってありがとうございました。1位2位の方、1位の方、このクリスマスツリー、2位の方、このくまちゃんのそれありがとう、運転中だからコメント返せないかもだけど、お仕事この後もみんな頑張ってね、みんなありがとうございました。バイバイ、お疲れ様でした。それでは終わります、バイバイ